山中温泉。山中温泉は、石川県加賀市にある温泉。並びに、加賀市の町名の一つ。古くから歴史のある温泉の地であり、加賀温泉郷の一角を占める。山中温泉街は山に囲まれた町であり、また、至近の自然豊かな山、谷、川など山間部の田舎の情緒も味わえる。温泉街は、大正寺川の渓谷沿いなどに旅館が立ち並ぶ。文字通り、山の中にあり、一帯は、鶴仙渓という景勝地である。町のシンボルである、コオロギ橋や草月流家元がデザインしたユニークな、形のあやとり橋があり、日帰り入浴施設もある。山中漆器の産地でもあり、土産物屋が多い。山中説という民謡もある。名鉄ホテルグループが経営していたが、廃業した山中グランドホテルを2005年にゆかいリゾートが買収。これを契機に廃業等の宿泊施設を買収して再生させる格安ホテルチェーンの進出が表し、共同浴場は総湯である菊の湯が存在する。菊の湯の下には源泉が存在する。菊の湯。男子用のプール上の大きな湯船の壁には大きく、山中温泉縁起絵巻の一部を、九谷焼タイルで模写されていい。菊の湯の菊は、奥の細道の句にちなんでいる。呼称、総湯は全国広く使われたが、今は、北陸地方だけに残る。共同浴場、菊の湯は、男女用それぞれ別棟であり、その間の大広場には、からくり時計、芭蕉が空とのここでの別れに際し詠んだ句にちなみ、笠の呂と名付けた足湯、各種の催し物を開く市民ホール山中座などがある。山中座は、豪華な蒔絵の各天井やロビーに、山中漆器の域を配し、外観が、同じ和風の二つの菊の湯と共に三つ棟と、大広場の見事な調和がある。山中座の外壁は、温泉縁起などの詳細が常設され広場は季節を、彩る巨大な祭事物が置かれることもある。山中座の名誉座長は森光子。共同浴場からコオロギ橋に至る国道364号の途中400メートルは道路幅6メートルから倍以上へと拡幅、全店舗を再構築と大改修を行い、温泉情緒ある街並みに変貌し、湯気街道と呼んでいる。商店街と温泉客との融合活性化を図り、景観も優れ、2003年、平成15年完成後、石川景観大賞、2004年、平成16年10月年、景観大賞国土交通大臣表彰される1931年、昭和6年の町の王でも、奇跡的に現存する寺から、南部は延焼を免れ、道路幅6メートルと狭かった。2009年、平成21年3月に、新、頑張る。商店街77選に選ばれた。以前からの施設が2005年、平成17年3月から道の駅として登録され、コオロギ橋から国道364号約 1km、大成寺川上流にある。香市の大杉や丸岡、山中温泉トンネルを経て、福井県坂井市や永平寺方からもアクセス可能で、福井県からの利用も多い。道の駅として必須である24時間利用可能なトイレや駐車場だけでなく 100% 温泉の保養施設悠々館、露天風呂、淡水路温泉プール、歌声湯、サウナ、家族風呂、テニスコート、ゲートボールコート、フィットネスジムなど多彩な施設を備えている。対岸の旅館街からも行き来できる徒歩専用の橋もある。山中中学校旧校舎跡地でグラウンド近くの水田の一箇所だけは冬季少ない積雪量の時、必ず水たまりが見え温泉源がある可能性大と思われおり、学校の移転後縮掘された。海遊バスが巡る町最南端にある巨木、香市の大杉、樹齢、約2300年は、総体長、717年が100本の木。木片200の作りで柏に勝ると鹿屋の寺となり、1947年、昭和22年に昭和天皇が巡幸でご覧になったことから、天覧の大杉とも呼ばれる。古くは、平氏、源氏、朝倉氏、富樫氏の武将が参詣したと伝えられる。6月オス山中温泉トレイルレース、平家湯から1300年とされる。奈良時代行基による開湯伝説も存在する。しかしながら広く知られる開湯伝説は平安時代の平家湯とされ、鎌倉武士、長谷部信玄は傷を負った白鷺が傷を癒しているとこから発見し、改めて掘ってみたところ温泉が湧き出たと言われる。この平家湯伝説は後に名古屋駅、米原駅発着の北陸本線、L 特急や北陸鉄道6010系電車の愛称の由来の一つともなっている。室町時代には蓮如が湯治のため滞在したこともある。山城、山中、片山津と言われ、山城温泉に次いで、加賀国の代表的2番目の温泉地である。奥の細道の松尾芭蕉と河合空は驚異の速さで校庭を歩いたが、終点の岐阜大垣を目前に安堵したか、温泉嫌いであった。芭蕉もここ、山中温泉の名湯が格別期に、入り八泊後、芭蕉は、名田寺を参詣し、小松へ戻り、腹を病んでいた空を先に返し、大聖寺へと別れた。重陽の節句、菊の節句にちなむ名湯を称えた句を残す。1903年、明治36年初代、荒谷熊吉は、高価な輸入自転車に対して、安価な普及を願い、山中漆器の工程からヒントを得て、初めて木製リムを製造し、日露戦争時で需要も旺盛となり、1915年、大正4年に英国製を手本に国産初の金属製リムの製造に成功。1946年、昭和21年に燕工自転車を生産し、その後リムとともにチェーンの製造も手掛け、これらは加賀市の機械産業の一翼となっている。上原町国道脇の丘に翁の銅像があり、そばにしだれ桜もある。二代目、新野見熊吉は初代加賀市長となった。昭和初期まで各温泉宿には内湯がなく、湯座屋と呼ばれる共同浴場を利用していた。1938年、昭和13年海軍は佐世保、呉、横須賀の鎮守府管理の元既存の3つの温泉病院、他に3病院、青森県むつ市大湊湾、韓国、鎮海港、台湾、馬公市に加え、舞鶴鎮守府の管理で、日本海側にも一つ、温泉病院の設立を決定した。各地で誘致合戦が展開され、戦況から毒ガスの使用が予想され、毒ガス傷病兵に効能ある泉質から、山中温泉に土地の無償提供も、1941年、昭和16年10月山中海軍病院が開設された。1945年、昭和20年12月国立山中病院、2003年、平成15年3月山中温泉医療センターとなった。加賀市合併後、市の施設として運用され、管理運営は地域医療振興協会に委ねている。また、1946年、昭和21年附属看護婦養成所を併設し、1953年、昭和28年高等看護学院を開設、1975年、昭和50年附属看護学校と改称、2004年、平成16年4月全国の国立病院が国立病院機構となったのを機に、全国54校とともに廃校となった。1959年、昭和34年、遊園地、スキー場、ロープウェイを含むレジャー施設、山中水無山展望台が開業。1978年、昭和53年に営業休止。1978年、昭和53年、女優、樋口可南子のデビュー TBS 系、テレビ小説、コオロギ橋、当時江沼郡山中町。菅谷町に居住していた佐々木守の脚本で再び知れ渡った。1996年、平成8年から1999年、平成11年まで、フジテレビ系、東海テレビ制作の昼ドラマ、はるちゃんの舞台になった。2009年、平成21年から温泉街の両院業、協同組合は、洋楽の名盤と呼ばれたレコードのディスクジャケットの、写真などをパロディとした創作画像を盛り込んだグルメマップを温泉客に配った子が新聞やテレビで取り上げられ話題となった。パロディ画像の一例として、ビートルズの4人がアビーロードの横断歩道を渡るのを模して、山中温泉ゆかりの4人、道場六三郎、当地出身、奥の細道の松尾芭蕉と、河合空、九谷焼の始祖、後藤西二郎が、夜下街道を横切るものがある。2013年、平成25年4月27日、森光子一座記念館開館。旧山中町町長、田中稔が2000年頃森光子が、山中節は民謡の中で一番好きと、ラジオ番組で語ったのを、偶然聞き感動し、山中座の名誉座長に何度も懇願し森が、就任、2015年に記念館建設の話もまとまっていたが、森の死去により、前倒しで開館した遺品の借用期間が過ぎたこと、及び、県道の拡張計画などの理由により、2015年11月に休館。古来山中温泉街であった江沼郡山中町と西谷村、東谷奥村と河南村の3村が1955年、昭和30年4月、合併、新設合併により、新たに山中町となる。2005年、平成17年10月に、加賀市と山中町が合併。新設合併して、加賀市となったのを機に、山中町の区域を地域自治区、山中温泉とした、2015年、平成27年9月30日までが、旧村落し部は一部を除き必ずしも温泉街ではない。1963年6月に、吉田茂元首相が、佐藤栄作、三木武夫を伴い、山中温泉一の高級旅館だった、吉野家。伊緑園別荘に投入。池田隼人の後継を佐藤とするという秘密会議を行ったとされている。1970年代、小松市出身のロックバンドメンタンピンらが全国に先駆けて、州や屋外での夕焼け祭りと称する音楽祭を開催した。第1回夕焼け祭りは1973年、昭和48年8月25日から26日に、新家工業梅林峰園。第2回は1975年、昭和50年8月23日から24日に、水無山スキー場にて開催された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。